見えないリスクを可視化する。超狭小空間点検ドローン、アイビス2。この小さな国産ドローンが大きな役割を果たす。狭くて暗くて危険な場所に隠れたリスク、人の代わりにこのドローンが見つけ出す。業界最小クラスの20センチ、これまで点検が難しかった場所へと入り込む。過酷な環境での点検を実現するため、さまざまな機能を備える。壁にぶつかっても飛び続けられる安定性で、狭い空間へも安全に侵入が可能。243g の軽くて丈夫なボディは壊れづらく、設備を傷つけるリスクも軽減する。電波の届かない場所にも自社開発エクステンションアンテナが無線環境を作り出す。暗く汚れた環境にも対応する。進行方向を明るく照らし、高感度カメラで鮮明に撮影。防塵構造モーターを搭載した IP51 規格のドローンは過酷な環境下でも飛行できる。バランスを崩してもタートルモードの搭載で機関率が向上。超小型ながら最大11分間の飛行が可能。オプションパーツでより使いやすいドローンへ。上向きカメラ、サーモカメラ、見えないリスクを可視化していく。国内メーカーだからこそできる撮影から納品までワンストップ体制を構築。天群 3D 化で距離や体積も計測可能。オルソ化で立体的な設備も平面画像での管理が可能に。国内自社修理で万が一の時も迅速な修理対応が可能。誰もが安全な社会を作るため、アイビスは進化する。誰も見れないよ、誰もが見えるに。超狭小空間点検ドローン、アイビス2。